ニュースポスト7です。鶏の唐揚げの人気が高まっていますが、その安全性はどうなっているのでしょうか。日本に輸入されてくる鶏肉はブラジル産が 74.6%、 タイ産が 22.7% と、この2国でほとんどを占めています。食の安全に詳しいジャーナリストの小倉正幸さんによると、ブラジルでは2017年3月に大規模な鶏肉の食肉不正が発覚して大問題になり、 EU やアメリカをはじめとする世界中の国々がブラジル産の鶏肉の輸入を禁止したとのこと。タイ産の鶏肉は2002年に発がん性が明らかになっているニトロフランという抗菌剤が残留していた違反が見つかり、 EU はタイ産の輸入も禁じています。ニュースポスト7。